子がきっと、うん、姫神の過去間違いなさそうね。皮脂科の試験薬、これを飲んだら私は騎士になれる。やだやだ、あんな子たちを浄化していい子にするなんて私にできるわけないのに。誰もミュウ先生だって私のこと分かってくれない。もういいんだ、私悪い子になっちゃっても。こんなに苦しいのもう耐えられないから。なんかかわいそうだ。さっきまで大っ嫌いだったのに。私たちと一緒なんだ。姫神、ずっと辛かったの。感じる強い力。よう気張ったね。オペレーションアシスト、コール立て直し。いやー、パワフル軍団完成。ほどきやす。見えた、バッケン五色ルーム。あとは任せて。行くぞ！ドド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 ン！終わりじゃないから、はい、おまけ。下がれ！私が出る！この技で殲滅する。くらいなさい！身に飲まれろ！もう逃げられないの。出る。凍えて消えちゃえ。休んでていいよ。天覇の方、いやー次で終わりだ。行くぞ！ドド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 ン！はっ！おお、勝った！みんな、元気出して！なあ、親父、私考えたんだけどさ、あの子、姫神のこと倒すんじゃなくて助けてあげられないかな。ユコもそう思ってた。このままじゃかわいそうすぎるよ。
騎士化さえできれば姫神さんを浄化することができるんちゃうかな。教官ならそう言うと思ってたわ。可能性があるならかけてみるな。でもこの薬どうやって使うんだ。こらこら、サコさん、勝手に飲んだら危ないよ。ミウに聞けばわかるの。そうだな、早く戻ってミウを探そうぜ。獲物がいたわ。よう気張ったね。見とれたらあかん。はあ、貢献してしまいせん。はい、終わりやね。Thank you.
この技で殲滅する。食らいなさい。弓に飲まれろ。削られすぎ。みんな元気出して。
終わりやね。獲物がいたわ。下がれ、私が出る。見とれたらあかんよ。はあ、貢献してしまう。死ね。全員ブルブル出る。凍っちゃった。たくさん豚。見て見て、この構え。お大事に。
私が出る。もう逃げられないの。出る。凍えて消えちゃえ。あとは任せて。闇の切り札くらいなさい。ダークショット。消えるの。出る。ひんやりなの。殲滅する。くらいなさい。闇に飲まれろ。削られすぎ。お大事に。今さら何の用は。試験薬を見つけたですって。ええ、だけど使い方がわからないの。教えてもらえますか。それはできないわ。なんでだよ。言ったでしょ、騎士化システムは失敗だったって。それはあなたが姫髪に無理やり役目を押し付けたからでしょ。そう、全部知ってるのね。お願いです、ミュウ先生。大丈夫。うちらは自分の意志で騎士になろうとしてるんやもん。同じ失敗は起きないの。あなたたちの意志は固いみたいね。分かったわ。ついてきて。獲物がいたわ。下がれ、私が出る。来いよ、しびれるぜ。うおそらよ、ほらそらよ、はそらよ、はそらよ、ほらよ。痛い地獄だよ。出る。また打ち回れ。あとは任せて。消えるの。出る。ひんやりなの。ありがたいな。ほらほら、
ラン様が通るぜ。これでよしっと。これからこの先にフィールドを張るわ。騎士課はこの中でしかできないから、そのつもりでね。あとはそうね、騎士課の薬は一人分しかないから、君が騎士化させたい生徒にこの試験薬を手渡して飲ませなさい。ただしこの薬はいい子にしか効果がないの。つまり全てのお仕置きが十分でちゃんと構成している子しか飲めないから気をつけてね。はい、説明はこれで終わり。何してるの？とっとと入ったら？何してるの？ここが一番お…一緒に寝よ。今日は何するわけ？